は見通しが悪いため横断は危険です。近くの、迂回路というわけで、秘境の中の秘境というか、まあ、その岡山市の中ではかなり山の中かなと思います。岡山市内ですからね、ま、秘境までは行かないですけど、それに近いような場所でもあるかなと、ね、こういう部分的には。で、まあ、今日はね、この駅もそうなんですけど、ちょっとね、珍しい場所に行ってみようかなと思います。ここまでですね。ちょっとここ止めていきます。ちょうどこの先がね、通行止めのエリアになってるんですけど、よかったです。なんとか到着いたしました。で、今日ね、もうすぐ近くにあるんですけど、今日はこちらでございます。ちょっと珍しいんですよね、まあ、何が珍しいかというと、まあ、一見ね、この普通の神社なんですけども、登っていきます。もうこれ昔からあるんでしょうね。でよく見るとね、これなんかちょっとねえ、鉄道なんですよね。こんなところに横断危険ですと、迂回路をご利用くださいということです。だからあっちから行くってことですよね。迂回危険なんでっていう。
先ほどの、ね、踏切から迂回しました。こっちが道になってるようです。見通しが悪いため横断は危険です。近くの、迂回路をご利用くださいって書いてます。まあ、通るなっていうことじゃないですけど、まあ、危険なんで向こうありますよっていうことですよね。はい、で早速ちょっと行ってみましょう、せっかくなので。普通のあの神社ですね。でもなんかすごいコンパクトな感じですね。結構こういうのとか距離があるはずなんですけども、このね建物があってすぐそこにあのね本殿というかありますよね。やっぱりあのこの列車の線路があるんで縮小したのかもしれないですし、はい、というわけで今日はこんな感じでお送りさせていただきました。まあね、この神社がこの先にあるっていうこの感じも珍しいですよね。普通に鉄道が通ってて、あの踏切もねなくてという、まあ、昔ながらの感じだったんでしょうかね。ぜひ皆さんも機会があったら行ってみてください。なんかちなみにこの珍百景でもなんかテレビでも紹介されたみたいです。はい、ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。というわけで個人的に YouTube アカウント持ってます。旅日記的な感じで書いてますんで、ぜひ登録お願いします。すいません、失礼しました。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さんご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏番スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏番スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。